はいどうもこんにちは、ザワと申します。ドラクリオット続きやっていきましょうということで、いやー来てるんですけどねもうね関わりたくないんですけれども、できれば関わりたくないんだけどね、見ていきましょう。で今日は何の用ですか？冷たい言葉だね。せっかく愛しい人の裸を見に来たというのに。帰って、もう帰って来ないで。はい、裸、もしかして松田君と大木先生は？もう半径1キロ以内にいないで、もうもう見たくないよ。そっか、エリナの裸を見てもあの反応だったのはそういう理由なんだね。ユウト、勘違いしないでくれエリナちゃん、勘違いしないでくれ。元木さんから逃げるためにここに来たんだ。違う、俺にそんな趣味はない。あれは献身のためだ。僕の裸だって見たくせに。ぽ、いや見せられただろ見たじゃなくて見せられただろ。ぶっ飛ばしたい。そもそもあなたが勝手に脱いだんじゃないですか。こっちがセクハラで訴えたいぐらいです。二人がそういう関係だったなんて。信じてくれ頼む話を聞いてくれ。ちなみに攻めはどっちなの？待って一人おかしいやつがいるぞ一人ちょっと質問がおかしいぞ。その手の質問はやめてください。俺にその気はありません。おう、そっか、そうだよね。ごめんね、失礼なことを聞いちゃって。ああ、ユウトは受けだよね。見ればわかるよね。分かりきったことを聞いてごめんね。ダメだこいつ、ダメだエリナちゃんダメだ、エリナちゃんもうダメだやばいぞ、もうそっちのパターンになっちゃったぞ。世間の一般常識みたいに言われた？違うよ、そうじゃないよ。え、ユウトが攻めなの？ちょっと意外だよ。ユウトはてっきりそう受けだと。いやだからBL じゃないんですまず BL とかそういうのじゃないんです。まず受けの毛がないって意味じゃねえよ。俺が否定したいのはこの男との関係。ただの医者と患者、それだけだ。俺はノンケだとここに宣言する。つまりノンケ受け？ダメだもうダメだもうエリナちゃんは話にならねえわ。うん、そうなんですか。先輩はノンケ受けなんですか？え、知ってるのえ、リオさん知ってるんですかえ、びっくりだよそっちも。ところでエリナちゃん、ノンケ受けってって何？知らないのねびっくりさせるな。普通に女の人が好きだった男の人がガチの毒牙にかかるっていう王道があってね。全然王道じゃないですけど、はい。まあそっちの人からしたら王道だな。はい、説明しなくていい。無垢な稲村さんまで腐らせようとするんじゃない。俺はがっつりのんけだから。あれ、うわん、ユウト、どうかしたの？いや、ちょっと、めまい。大丈夫かい？とにかく、本題に移りましょう。今日は何の用です？今度ふざけたことを言ったら、本当にぶっ飛ばしますよ。わかったよ。今日は真面目な話があるから、迎えに来たんだ。そんな怖い顔しないで。いやいや、のっけにそんな話されるからさ。真面目な話から入ってくれよ、もう。言っておきますが、入院生活には戻りたくないですよ。ああ、分かってるよ。君もいつまでも病室だと息が詰まるだろうからね。いろんな意味でな。原因はあなたですけどね、はい。俺が病院を出たいのは目の前の医者が理由なんだが、放っておくか。言っても無駄だろうし。ただ、このまま放置はできない。君には今後も診察を受けてもらいたい。これは、君の体に関することでもあるんだから、うん、まあな、それはまあ言えてるんだけどな。わかりました。診察は今後も受けます不本意ではあるがな、うん、この人以外だったらその人に変えたいんだけどな。よかった。でも君も来るのが面倒だろうから毎日でなくていい。来てほしい日は指示するから、その時はちゃんと来てくれるかい？了解しました。そして今日何よりも重要な話があるんだよ。うん、なんだろうね。メガネをクイッと上げた扇先生はそのまま
真剣な様子で言葉を続ける。君には吸血鬼として避けられない業を背負ってもらわなければならない。吸血感、まあ血を吸うってことだよね。吸血鬼の業。それから柳井君とメラ君。はい、何でしょう。一緒に来てくれるかな。君たちにちょっと仕事をお願いしたいんだ。うん、なんだろうね、ちょっと真剣だね。本当に真面目な話なんだな。はい、もう前を閉じてくれてもいいよ。前か、ああまあ大体予想できるけど。で、どうなんですか。ピンクで可愛い乳首がすってき。そっちじゃない。うん、もうすぐ病室を出てほしくなるけどな、うん、誰かメスを探して持ってきてくれないか。メスを探してメスじゃねえ、メスを探して持ってきてくれないか。冗談だよ冗談。もうね、診察結果を紙で出してもらうようにしようか。もう口頭だともう安心できない。経過は良好と言っていいのかどうかわからないけど、体は安定しているよ。日の光にもある程度は抵抗できるはずだ。ただ念のために薬を注射させてもらってもいいかい。大丈夫だとは思うんだけど、命を預かってるせいか心配性なもんだね。何の薬なんだろうね。それはもちろん構いません。ありがとう。注射器を取り出した先生に俺は左腕を差し出した。準備を整え、血管に差し込まれる極細の針。これでよしと。しばらくの間ここをしっかりと押さえていてね。先生、ユウトが人間に戻る方法はまだ。いや、もうないんじゃないのそれは。静かにうなずく姿を前に、何とも言えない雰囲気が部屋の中を広がっていく。こういう雰囲気は苦手だ。で、他の報告は。血液検査の結果もあるんでしょ。そちらも特に変わったことはないかな。どれも平均的な値だったよ。それは当然吸血鬼としてなんですよね。そうだね。すまない、悪いけどはっきり言わせてもらう。僕が無力なこともあって君を人間に戻せる算段は立っていない。まあもうなんか最初の時点でね、もう結構きついってなってたもんね。まあ覚悟はしてたのかわからないけどね、ゆうとくんもね。そういう意味では君が新たな住居を手に入れたことはいい機会だと思っている。他に何か希望は。いろいろと手配をしておくけれど。そうですね、編入の手続きと。俺が住んでいた家から荷物を持ち込めませんか。編入の手続きはすぐに済むよ。荷物は政府側の検査を通さないといけないから、ま、順番を優先的にすることはできるかな。助かります。あと、それから仕事を探したいと思っているんですが、問題はありませんか。そろそろ手持ちが。新たな住居、新たな学院、あと必要な生活基盤は収入だ。君には見舞い金が支払われるはずだけど。いやでもそんな莫大な額なわけがないだろうからな。まあね、うん千万とかだったらね、また別だけど。あとはやっぱり月々の安定した収入が欲しいんです。本土でもずっと働きながら学生生活をしてましたし。まあなんだろう、安定した収入が出るっていうのは、なんだろう、貯蓄をね切り崩すよりも、まあ精神的な、なんていうかな、効果が大きいみたいですよね。なんか結構論文とかで出てるみたいなんで、まあ収入があった方が、まあ生きていく上でストレスは少ないよね。まあ君が働きたいというのなら体的には問題はないと太鼓判を押させてもらうよ。ただ働けないわけではないんだけれど、少し問題もある。それは一体どんな。この年ではね、吸血鬼さんの仕事は特区管理事務局から斡旋されるの。あー、じゃあ全部そこの仕事しか受けられないんだ。逆に言えば部屋探しでのこと覚えているでしょ。まあ住むところであれなら、働く場所はもっと見つけにくそうだな。斡旋先は
普通3から5箇所くらいは紹介してもらえるから、その中から選ぶことができるんだよ。うん。問題はそこだ。彼は人間から吸血鬼に変化した。君たち風紀班は知っているだろうが、このことは秘密にするようにしている。その秘密を抱えたままだと、働ける場所も限られるということですね。やべえじゃん。そういうことになるね。具体的にはどういうところで働くことになるんでしょうか。一応斡旋先についてはもう上と相談はしてるんだけど、やっぱり陰陽局しか紹介できそうにないね。あのおじさんがいるところか。やべえよつっても、管理事務はもうなんか嫌だなーって、なんか言ってたけどね。あのおじさんがいるところだよね、陰陽局って。陰陽局、特区管理事務局のことだよ。正式名称が長いからね、陰陽局って呼ばれることが多いの。覚えてない？最初に会った時、私の ID を見せたでしょ。ああ、そういえば。特区管理事務局はね、簡単に説明すると、この海上都市を管理監督している政府直轄の組織よ。おう、そんなところに何入っていいの逆に。まあでもそういうところしかもうないのか、むしろ逆に。特区管理事務局、この海上都市を管理し、アクアイデンって言った方がいいかな、管理している政府直轄の組織とされているが、実際のところは吸血鬼の存在を認める数少ない組織で、彼らを管理監視するのが仕事だと彼女は言う。そしてミウやメラさんが所属している風紀班は、文字通りアクアエデンの治安維持と風紀の取り締まりが主な担当らしい。その風紀班は警察とは違うのか。方としては警察でも問題はないんだけど、この都市の治安維持のためには必然的に吸血鬼に対抗する力が必要になるだろう。なるほど。でも吸血鬼なんて存在を警察官にできるかという言い分でね。まあな、まあ刑法も多分及ぶんだろうね、本土の方の刑法ね。でそれに基づいて、まあ警察とかが動くんだろうけど、それじゃあちょっとその力の差があるから、そこら辺ちょっとね、まあ特別に、まあ武力部隊じゃないけど、まあ作ってみたいな感じなんだろうな。あんまり認めたくないんだけど、差別があるんだよ。サッカーというスラングも彼らが使い始めたものではないかという話よ。なるほど、ありえない話ではないか。ただスラングというか因果関係だろう。丸棒なんかは有名な用語だし。考え出された苦肉の策が、治安維持活動を行う自発的な住人を募って警察とは別の組織を作るっていう案。うん。雇用じゃなくボランティアの形でごまかしてるんだって。ああ、勘違いしないでほしいんだけど、危険手当という名目のお金は出るよ。要は体裁の問題だからね。なるほどな。まあそれが収入になると。この都市の治安維持は陰陽局が主体なんだよ。とはいえもちろん警察と連携は取ってるはずだけどね。その陰陽局には風紀班以外の部署ももちろんあるよ。管理班とか。この都市がカジノ特区であることは当然知っているわね。ああ、正しくカジノの運営がされているか、金銭の動きは正しいか、そういうことを監督する仕事の人たちだよ。他にも風俗街の運営も監督しているわね。あと交通班に総務班、観光班や工作班。細かく数えると結構あるんじゃないかな。工作班。すごいね。でもまあ本当に多岐にわたるというか、まあね、包括的にやってんだね。ただやっぱり一番現実的なのは風紀班だと思うよ。ヤライ君やメラ君もいるし、フォローもしやすいから。まあでも
戦わなきゃいけないわけだよね。そうなると風紀班つってもな、うん、まあ能力的にはどうなんだろう。その他の仕事先となると今すぐにはちょっと難しいかな。もう少し探すように頼むことはできるけど。あ、これってさ、何、あの主人公がさ力をつけてっていく、なんかこうそういうバトル系なのこれ。待って、俺そういうのさ全然知らなかったんですけども、なんかすげえバトル系になってきそうだね。そうですね、だったら風紀班で働いてみるかな。ムツラ君、案外軽く決めるんだね。少なからず危険が伴う仕事だよね。なんかさ、あの銃とか持ち出してさバンバン撃ってくるんでしょ。まあなんかミュウちゃんみたいな、あの AT フィールドみたいな能力あればさ、まだなんか心の安寧はあるかもしれないけどさ、いつどこでね、なんか予期せぬねことがあるかわかんないですからね、風紀班つってもね。私と出会った時のこと忘れたわけではないでしょ。そうそう簡単に忘れられることじゃないさ、あれは。あんなことが毎日のようにとまでは言わないけれど、平穏な仕事というわけでもないわ。風紀を守るなら多少の危険があるのは分かってる、頭の中でだけど。どのみち仕事先が自由にならないのなら、ミウやメラさんが一緒の方が助かるし嬉しい。だから文句はないよ。またそういうことを真顔で。もうお前たちがいるから俺はそっちに行けるんだぜみたいな。危ねえな。なかなかあの主人公としてはね、あのレベル高いですね。このユウト君も。ムツラ君ってナチュラルにセクハラをする人なんだね。なぜだ。嬉しいと言っただけでセクハラ扱いだなんて理不尽だ。俺はどれだけ変態扱いされているんだ。もういいよ、気にしないで。もう意図が分かってないっていう。とにかく風紀班で働くということでいいんだね。よければ報告して手続きを行っておくけど。はい、それでよろしくお願いします。分かった。さて、それじゃあ僕はそろそろアンナ様のご様子を見に行かないと。アンナ様。なんかいろいろ出てくるな。はい、あ、アンナ様ですか。あの先生ん、何かな。結局のところ私とミュウちゃんはどうして呼ばれたんでしょうか。あっと、そうだった、一番重要なことを忘れるところだったよ。すまない。なんだよ。え、先に言ってくれよ。メラ君には大切なお願いがあるんだ。何でしょうか。とりあえず上着を脱いでくれるかな。あ、どういうこと。はい、わかりました。え、脱ぐの。えって、どういうことですか。私の裸目的のセクハラですか。悲しいような、でもちょっと嬉しいような。嬉しいの。だ、あのね、あのあずさちゃん、あの元木さんがどういう人か考えてくれれば、あのちょっと安心できるんじゃないかな。逆に女の子は安心できるんじゃないかな。うん。しっけな、バカにしないでもらおう。僕は医者だよ。医者である僕が女の子の裸にいちいち興奮するはずないじゃないか。理由が違うだろ。お前は男が好きだから。お前は男が好きだから女の体に興奮しないだけなんじゃねえのか。僕が興味があるのは男の体だけだよ。もう自分で言ってくれるっていう。世話ねえぜマジョン。だからそのドヤ顔はやめてください。セクハラじゃないならどうして服を脱がないといけないんですか。すまない、言い方が悪かったね。首元を晒す程度に服を脱いで欲しかったんだよ。それ服を脱ぐというよりは、うん、なんか なんてずらすみたいな感じだけどね。先生、それは医者の立場から言わせてもらうと、体を安定させるためにも一度は経験しておくべきだと思う。うん、吸血鬼として避けては通れない道だよ、これは。まあ吸血鬼だからな。うん、まあ予想できるのは、まあ、吸血だよな、つまり。そうかもしれないですが、メラ君はどうかな。もちろん今回のことはちゃんと許可ももらっているから安心してくれていい。
わかりました。そうですね、私も重要なことだと思います。あとは任せるよ。許可証の書類は後でこの部屋に届けてもらう。それからムツラ君、何か二人にお願いしたことは非常に重要かつ必要なことなんだよ。君には抵抗があるかもしれないけどね、それだけは分かっておいてほしい。それじゃね。なんだよ。それだけ残して医者は病室から立ち去っていく。医者はっていう表現がいいね。元木さんはって言わないっていうところがね、まだね、ちょっと知り合いとはもう思いたくないっていうね、その、なんだろう。ゆうとくんの心情を表してるけど。雰囲気が微妙に重いのは気のせいではないだろう。何か、そんなに重い話をされるんだろうか。それで、その重要な話とは、ここでできることなのか？話自体は可能だけど、その後のことを考えると。そうね。だったら、学院の施設を借りるのはどうかしら。そうだね。それぐらい広い方がいいかもしれないね。それじゃあ、移動しようか。ん？学院？ここが？はい。まあちょっとね、今日は短いけど、ここまでにしようかな。はい。まあまだまだ謎がね、深いところなんですけども。まあちょっとね、まあ長くやっても、やっぱ見にくいかなというところがありますので、まあまあまあ、ちょっと今日はね、短めに切ろうかなと思います。はい。まあとりあえずね、陰陽局のね、おじさんがいるところで、まあ働くことに、まあなるという感じなんですけれども、いや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 、まあ、本当に吸血鬼に対してはやっぱり厳しいんだね。まあ、吸血鬼がね、暮らせる街ではあるとしてもだよね。結構やっぱり圧力がすごいね。まあ、なかなか圧力がある中でね、生きなきゃいけないっていうのは結構窮屈かもしれないけどね。まあ、ゆうとくんは、まあ、やっぱりね、このみゆちゃんとかね、そういう人たちと、まあ、最初に知り合っといて、本当良かったっていうね、感じではあるかもしれないね。そう考えると。はい。ということで。まあまあまあ、次回はね、この、なんか、月永学院にね、行って、ここ月永学院なんだろうね。まあ、この、なんか、施設みたいなところが。で、何か、をすると。まあ、おそらく吸血鬼で避けられない道ってなったら、まあ、血を吸うというか、まあ、含むことだよね。まあ、ただ、それが人間の血なのか、まあ、吸血鬼の血なのかわかんないですけど、まあとりあえずね、元木さんと最初に会った時に吸血鬼の血は吸わなきゃいけないよっていうね、まあ体に一定数こう入れて、まあなんだ、吸血鬼化していく過程の話だけど、まあ入れていかなきゃいけないよって話だったんですけど、まあまあまあ、どうなるのかわかりませんが、次回以降も、お楽しみにということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。